ハンターハンターディフォルメシールウェハースの第1弾からこちらの第3弾までの全てのシールのレートを見ていきたいと思います。今回大手シールショップさんの買取金額を載せますので、皆さんがフリマサイト等でシールを購入する際の参考になればと思います。例えばこちらのキルアは買取金額が250円となっているので、まあ、フリマサイト等で150円だったり200円で売られているようなケースがあれば買いかなというふうに思います。では第1弾から見ていきたいと思います。今回買取金額30円以下のシールについては省略させていただきます。では行きましょう。前回のこちらの動画でも触れたんですが、相変わらずレアのフェイタンは買取金額150円となっております。その他マチも50円となっております。ヒソカの SR150 円で、キルアの SR100 円で、シルバとね、ゼノに関してはちょっと30円以下になっております。でゼノが20円、シルバに至っては10円となっております。第1弾の最高レアリティであるダブルハンターレア、ダブル HR についてはゴンの買取金額が70円、そしてキルアについては先ほども申し上げた通り250円となっております。こちらのダブルハンターレアよりもレアリティは一つ落ちるハンターレア HR なんですけども、こちらが第1弾では最も高額でした。こちらのクラピカが買取金額が300円、いやーこのかっこよさとこのクオリティで300円は、まあ、買取金額にしては安いかなと思います。なので300円等で販売されていたら、まあ、僕としては買いかなと思います。そして第1弾最も高額な買取金額だったのはこちらの団長クロロの HR で、こちら買取金額が400円となっております。その他のね SR としては、まあ、ゴンが残っていたと思うんですが、こちらもね30円になっております。そしてクロロの SR についても10円となっております。ダブルハンターレアとの差がすごいですね。一応ノーマルだとねネオンが、まあ、買取金額10円とついてるんですが、僕がねボックス開封で出まくった旋律についてはもうこう今パンパンになってるんですが、こちら買取金額つかずという感じでした。残念。残りのねノーマルやレアについても全てね30円以下という買取金額になっております。はい、では第2弾いきましょう。第2弾についてはちょっとキルアの方が僕は持ってないんですが、こちらのゴンとキルアそれぞれのダブル HR、 この2弾での一番ねレアリティが高い、まあ、暗闇で光る仕様にもなってね、すごくクオリティ的にもデザイン的にもいいと思うんですが、買取金額それぞれなんと30円、めちゃくちゃ安いですね。先ほどの第1弾に続きダブルハンターレアかなり安いですね。はい、でそれに対してまたレアリティが1個落ちちゃうハンターレア、このメルエムと会長、これねこうつながるシールになっていて、まあ、ハンターハンターファンにとってはちょっとたまらないシールとなっておりますが、こちら結構いい金額つきます。買取金額でそれぞれ500円と、まあ、シール1枚にしては結構高い方ですよね。それでもちょっと安く感じるのは僕だけでしょうか。そしてすいません、これまたキルアの方は持ってないんですが、キルアとこのゴンの HR ハンターレアなんですが、これね第2弾ではこのキルアとゴン、こちらの2枚が最もね高いシールとなっています。それぞれ買取金額が600円、HR にしてはね結構高いかなと僕は思います。まあ、むしろねこのダブルハンターレアがそれぐらいの金額でいいんじゃないかと思ってしまうような金額でした。それぞれゴンもキルアも600円で、ここまでね紹介したシール以外の第2弾の、まあ、SR だったりレアっていうのは全て30円以下となっております。いやーもう安かったらねこれは本当に買いだと思います。一応ノーマルではねこのキルアとイカルゴが10円という買取金額がついてます。まあでもそんなもんですかね。では最新弾の第3弾いきましょう。はい、で今撮影日がですね6月の20日なんですけども、第3弾に関してはシールショップさんがね在庫がまあたくさんあるのか買取金額がほとんどついてないんですよね。なのでちょっと第3弾についてはこれから紹介する3枚にしか買取金額がついてないんですが、まずはこちらのキルアの HR、こちらハンターレアですね、キルアの HR なんですが、こちらが買取金額250円。はい、そしてレイザーなんですけども、レイザーが買取金額100円、これ SR としては結構高いんじゃないですかね。そもそも SR ってあんまり値段がつかないので買取金額100円は結構高いのかなと思います。そしてゲンスルーも買取金額がついてるんですが、こちらの SR ゲンスルーについては1枚買取金額70円と、以上のね3枚にしかちょっと買取金額がついていないので、まあこの辺のね HR だったり第3弾で登場したね、まあこの辺のキルアのシークレットなんかも第4弾がね次発売されたり第5弾が発売されてる頃にはまた買取金額がねついていたり値段がね上がったりするかもしれないので、またそれはね追って変化があった場合には YouTube の方でまとめさせていただきたいと思っております。はい、以上が第1弾からね第3弾までの最新のレートの紹介でした。イタジャガシリーズでもハンターハンターが出るので7月に出るので、まあ、そちらもねラインナー
ナップも出てるので非常に楽しみにしてます。おそらくね、金色の白押しの SP スペシャルカードについては買取金額ね結構高いのも出てくるんじゃないかなと思ってます。それから第4弾もねボックス届いたらね開封動画アップさせていただきますので、そちらの方でまたお会いしましょう。はい、ということでちょっとレートだけね知りたいという方はここまでねご覧いただいて本当にありがとうございました。ちょっとここからは次回ねハンターハンターのコレクション紹介動画っていうのを出させていただくんですけども、だいぶね長くなっちゃうと思うので、ちょっとここでね一枚一枚ちょっと詳しく紹介していきたいようなシールをここで取り上げたいと思います。まずこれいきましょうか。これ前回のね動画でも出したんですけども、ハンターハンターのね第3弾でキャンペーンとしてもらえる、まあ、限定コレクションファイルがね届きましたと。いやまさかのねグリードアイランドのブックできたかと。で皆さんねシールウェハースが好きで集めてる方や、もしくはハンターハンターがね、好きで集めてる方、まあ、それぞれねいろんな方がいらっしゃると思うんですけども、まあ、僕はねハンターハンターも好きで、うん、好きでというか、まあ、めちゃくちゃ好きで、でかつこのドラゴンボール挑戦士シールから始まったねバンダイさん、バンダイキャンディ事業部さんのニフォルメーション、ディフォルメシールウェハースがもともとめちゃくちゃ好きだったので、まあ、ハンターハンターも好きだしシールも好きという形で集めてます。なのでまあ第1弾ね出た時本当長らくねずっと続いてほしいなというシリーズです。でハンターハンターの中でも、まあ、自分がね一番好きなのがキメラント編なので、まあ、やっぱり第2弾本当に熱かったなと。で今でもねボックスでちょっと安くなってるのを待って1ボックス2000円だと思うんですけど、ちょっとねちょっとボックスの方もね未開封で今狙ってます。でなのでねちょっと機会あれば YouTube の方でも動画上げたいと思うんですけど、いや本当にちょっと2弾たまんなかったなと思います。まだね3弾しか続いてないんで、これからね4弾、4月に4弾ありますけども3弾しか続いてないので、まあ、もしねできればコメントでね皆さんはこれまでに第1弾第2弾第3弾どれが一番好きだったかと教えていただけるのも嬉しいです。第3弾のグリードアイランド編もかなり熱かったですし、特にこのシークレットのこれがもしかしたら今のところ一番好きなシールになってるかもしれないです。まあ、ちょっとこの2枚のねつながるシールと、どっちかっていう難しいんですけど、まあ、この2枚もねめちゃくちゃ気に入ってるんですけど、自分はキャラが、キルアが一番好きなので、まあ、このキルアはちょっとえげつないなと思ってます。いやかっこよすぎる。でもね、ボックス開封動画見てくださった方ならわかると思うんですけども、キルアのシークレットは2枚出すことできたんですけど、第3弾ではね、唯一ゴンの、もう片方のね、ゴンの方がちょっと出なかったということで、それ以外はね、コンプリートすることができました。このゴンの HR もね、3枚出すことできましたね。はい。で、まあ、この第3弾ちょっと振り返ると、まあ、今更なんですけど、これ、めちゃくちゃ良くなかったですか？アカンパニー、アカンパニーということで、ユニオンアリーナのカードも、グリードアイランド編のこのカードがめちゃくちゃ好きなんですけど、はい、アカンパニー。このアカンパニーのね、WHR も、今後ね、ちょっとレート気になるなと思ってます。ちょっと私の予想、本当にただの予想なんですけども、500円ぐらいつくんじゃないかなとちょっと思ってます。まあ、この辺とね、同じぐらいのレートになってくるんじゃないかなと思ってます。今回予想以上だったのが、レイザー100円って結構驚きましたね。なんかフリマサイトで全然100円で売られてるの見たような気がします。はい。で、まあ、ダブリね、こんな感じでキューポケに入れてるんですけども、まあ、今回結構キルアの SR が出ましたね。1、2、3、4枚か。4枚出て、レイザーもだから4枚出たのか。ゲンスルも4枚かな。はい。あとはノーマルなんですけど、今回このノーマルの中では、団長のね、クロロのノーマルが、マジでかっこよかったなと思います。これシークレットできてもよかったなとちょっと思うんですけどね。あとは、やっぱりね、今日のレート見ても、ハンターハンターで高額なシールってまだ出てないですよね。一方で、ドラゴンボール挑戦シールウェハースとかだと、まさにね、前回あげた動画なんですけど、まあ、買取価格で、まあ、4000円ぐらいついてるようなシールが出てくると。これで限定シールだったので、まあ、それぐらいの金額がつく。でも限定といっても一応2万枚ぐらいあるんですよね。なので、まあ、ハンターハンターでもできれば1万枚限定とか2万枚限定っていうシールがね、今後、第4弾無理か、5段、6段。まあ、5段でも難しいですね。6段、7段、8段と続いていくときに出てくれると、僕個人的にはすごく、嬉しいなというふうに思ってます。はい。ということで、すいません。第1弾からね、第3弾までのちょっとコレクション。まあ、第4弾も含めてやるかもしれないんですけど、コレクション紹介動画作らせていただきますので、そちらの方でお会いしましょう。ということで、次回ね、ちょっとハンターハンターのコレクション紹介動画出しますので、まあ、よかったらね、そちらの方で、ま、いろいろね、語っていきたいなというふうに思います。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。はい。で、ちょっと宣伝みたいでね、大変申し訳ないんですが、ちょうど今ですね、10分前に、2023年の7月2日の日曜日なんですけども、新しくね、一応メンバーシップっていうのもちょっと解説しましたので、まあ、ちょっといろいろね、模索しながら進めていくことになると思うんですけど、もしね、もしもね、まあ、もしもね、興味ある方がいたら、ちょっと覗いていただければね、嬉しい限りです。こちらの動画見てくださってる方ならわかると思うんですが、最新弾願いを叶える神の竜、ハンターハンターではなくドラゴンボールなんですが、まだね、1枚、芸乳特選隊が出ていないので、そちらを3パックで狙っていきたいと思います。とにかく自力で出したい。この3パックで無理だったら、またワンボックス買ってしまうのか、
牛乳特選隊1枚のためにワンボックス買ってしまうのか。いきます。2枚目来てくれ頼む牛乳特選隊。デンデコメントねありました。七七さんという方はデンデがバラで8枚出た。デンデかよし最後1枚頼む牛乳特選隊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 。うわーマジか。 SR1 枚にノーマルに湧いたような結果でした。ではまたね次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。